皆さん、皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの長野です。今日は2023年8月16日、水曜日でしたね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか水曜日でしたか僕の方はねあ、今日は家にいました。はい、あの、甲子園も行ってましたね。 第4試合っつってね、まあ夕方6時、5時ぐらいからね、えー、始まるの、松戸のね、高校がね、専修大学附属松戸高校が出るって言うんで、朝一番からね、張り切って見てたんですけど、まあ、途中で眠くなってね、少し寝ました。で、しかしね、まあ、 本当にだらしなかったね、先週大松戸ね。またさ、たらしないっていうか最初さ、1回,1回目で、<laughs> 3点入れてね、3対0で。で、3, 3回にまた3点入れて、6対0になったわけです六6対0ですよ、3回で。6対0って言ったら、普通そのまま勝つじゃない 6点も入れたら、びっくりですよ。その次の回から、九点入れられちゃって <laughs> 9対6になっちゃった。<laughs> で、最終的に10対6で大負けしてさ、俺は何を見てるのかと思いましたね、途中でね。もう勝ったも同然だと思って、<laughs> まあ、あんまりね、相手のチーム、 相手のチームもね、親兄弟いるんだから、あまり恥ずかしい、格好させるなと。ね、6, 6点も入れ,入れ、取ってね、向こうは0点だと。じゃあ、手土産に何も持って帰れねえじゃねえかと。だから、あんまりね、6点も10点も入れるんじゃねえぞっ、つってねあの。言ったわけですよね、心の中で。 そうしたら、次の回かな。9点も入れちゃう。<laughs> バカなんじゃないのって。ねえあ、最初5点入れたのかな。ほんと、じわ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 詰められちゃって。最終的に10対6ですよ。10対7かな。まあ、びっくりしてね。ほんとにね、恥ずかしかったな、ね、俺はね。同じ、同じ松戸市民としてね。 しかしかったねー俺は泣き読みましたねー。でしかもさ、あの、在校生来れなくてねあの、新幹線が遅れちゃったからね、東海道新幹線も、結局雨なんか降ってないんですよ、時は、カンカンでだったんだけど、静岡がね、大雨でね、結局、<laughs> 朝は新幹線走ってたんだけど、10時ぐらいから止まっちゃったんですよ、全線普通になっちゃって。うん、んでまた、ほら、夕方3時ぐらいから動き出してさ、じゃあ3時から行くかっつって行ったんだけど、もう間に合うはずいよね。途中、ゴロゴロ運転だからさ。で、結局、まあ、相手は、ね、プラスバンド部でさ、 どん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 応援やっててさ、こっちの松戸はね、しょぼーって感じ、しゃーって感じでさ、蚊の鳴くようなさ、応援でね、まあ、プロ野球じゃないからね、仕方しないんじゃないかって言いつつもさ、そりゃいかんよ。だって出発する時間は大人が決めるんだから。 先生方が決めるんだから、先生はプロなんだから。だからさ、朝やや、ね新幹線やってるからって途中でね、新幹線や,やらなくなるかもしれないからさ、前日から行くとかさ、前日からね、あ観光バス、チャーターして行くとかさ、ね、半分ずつ別れて行くとかね、<laughs> <laughs> トランペット一台もなかったですよ。 ねえ、泉修大学のさ、付属のね、高校とかさ、大阪、大阪の方にあるんだったらさ、急遽行ってくれないかと。ね先生方の知り合いのね、ブラスバンド部行ってくれないかと。そして向こうで応援団やってくれないかと。なでもいいからできたはずですよ。時間はあったんだからさ、朝からね。そういうことしなくちゃ。 かわいそうだったよ。野球選手もさ、向こうはどんちゃんどんちゃんね、あの、まあ、これもさ、僕の家から近い高校でね、あの、日大、土浦、土浦日大ね、茨城の高,高校なんだけどさ、まあ、これも有名ですよね。最近、頭低くなったんですけどね。 日大ですよ。もう日大三高とかね、日大武断とか、まあ、日大の高校は、いや、高校野球いっぱい出るね。<laughs> 日大だったらさ、もう日本全国あるからね、ちょっと行ってくんないかと。こっちのね、バスバンド行けないから、応援団行けないから、そっちの高校のね、日大、日大大阪のね、日大なにわのさ、 応援団、プラスバンドも、全然行ってくんねえがさお分か、さいまおあった。二つ演じて行くだろう。そのぐらいやんないとさ、最終財閥とも。俺は泣いたぜ、ほんとに。<laughs> やっぱりね、ちゃんとしてあげて負けたな,なら、これ仕方ないけどさ。いやー、俺でもね、相手の高校の、 土浦日大も俺はスポーツマンシップに乗っとった方が良か,かったと思うよ。相手ね、ブラスバンド来れてな,ないのかと。応援団来てないんだったらこっちも控えようと。ね、同じ土台、立場に立って,や,や,ってやってみようと。それがスポーツマンシップなんだからさ。そういうふうにしてほしかったな。でもそれはさ、 お互いに勝負であってプロなんだから。ねえ、これで勝たなきゃさ、生徒がプロ野球いけないかもしれないんだから。だからやっぱり、しょうがないよね。俺、もしここでね、相手チームも、よし、わかった。こっちもブラスバンドなしだ、応援団なしだってなったらね、これは俺は泣いたいよ。 俺は泣いた。最初から最後まで。こんないい、気持ちのいいね、試合はないなと思いましたけど、まあ僕もね、あの、松戸のね、市民としてできることを、まあやなかったですね。あなたと、俺のね、後輩にね、お前大阪にいるだろうと、トランペット持って今から行ってくれと。一本でもね、二本でもトランペットがあれば、 元気づけられるから、先、ま、代、ね、松尾をね、元気づけられるから行ってくれと。頼むから行ってくれと。言えばよかったですよ。まあ、大阪だったら、長野研究会のね、大阪支部にもね、パーコとかいましたからね、なんとかっていうおじさんとかいましたから。 いろんな人にさ、トランペット持って行ってくれ。トロンボーン持って行ってくれ。分かった、分かしておけ。とね何でもいいから吹いてきてくれ。六甲おろしでもいいからやってきてくれと。まあ、そういうことでございますよね。<laughs> これはね、負けたのはね、やっぱり、うん、きちんとフェアプレイじゃなかったかもしれないね。 たださ、あの生徒には、ね、ブラスバンド部の生徒にはオジとかないわけ。これが先生の問題ですよ。せ、先生にね、先生は反省してもらいたい。ね、高校3年生なんてもう今年しかないんだからさ、反省してもらいたいです。反省して、 申し訳なかったと。生徒に一言言ってね。まあ、生徒は分かってるから。今後の大学生活、社会人生活、人生全般においてね、社会に貢献しようとする気持ちですよ。それを続けることができると思います。はい。そしてね、ドルに下がってきたね、今ねあ。ずいぶんコロコロ、コロコロ上がってきましたね、これね。 ことごとごとごとフォントボしましたね、これ。ねえ、まあ下がったりなんかあったんだけど、結局、昨日の夜の高値まで上がってきましたね。下がったんですよ、今日は朝。うん、朝下がったのか、ちょっと、朝も下がったんだけど、夜か。結局上がって、昨日の高値のところまで来て、今ちょっと様子見ですよね。 まあ上がるでしょう、これ。どん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 上がっていってしまってね。今、145円75だけど、も146円。だから、まあ151円はいくでしょうね。こんなところで日銀介入なんか入んないし。<laughs> 日銀の介入なんか入んないんですよ、実際問題は。 介入したってしょうがないんだからなん、だって。未来は決まってんだからさ。介入したところでさ、<laughs> 日本のお金がなくなるだけでさ、未来は決まってんだから。うーん。介入したからなんだなのって感じですよね。 まあ僕も本当はロング入れたいんだけど、まあこまいくちょっとね、ああ、押し目。押し目ですね。うん。まあこの辺まで、この辺まで落ちないかなって。あ、昨日ここまで押しちたんですね。だからこの辺まで落ちて入れたいですね、ロングね。ロングね、入れたいですね。 うん。どうもどうも。まあ、最近はね、あんまり FX やって、やってないんでございますね。まあ、ロングなんでね、ロング入れときゃいいんですけど、うん。まあ、こういうね、あのー、スキャルピングがつくことで、まあ、落ちてきて、ここら辺でもじもじしてたら、今度上だっつってね、ここら辺を取ると。 で、また落ちてきて、こういうとこで、ロんグて取ると。ね、こういうとこでね。わかりやすいよね。こういうとこね。こういうのやりたいんだけど、なかなかね、他のことで忙しくてね、なかなかどうして FX できないんだけど、まあ、あの、一生懸命やりますよ。まあ、一日中ね、やってるわけいかないけれども、ちゃんとやればね、 ああ結構儲かりますから、FX は。うん、これもね、今からロング入れれば、スーっていきますからね。まあ、とにかく上ですから。目線は上なんでね、目線はロング。何があってもロングですショート入れちゃダメですよ。ショートは絶対入れちゃダメですよ、今ね。うん。 ま,あまだ下が,り下がりそうだなと思ったら、損切りですね。まあ、損切りしちゃった方がいいですよ、こんな。ずっと持っててもしょうがないから。うん。いやー、でも、あっという間に8月も16ですね。もう20日で、8月終わりですね。で、9、10、11、12ってさ、今年もあと4ヶ月しかないから。 今年もね、4ヶ月しかなくて、まあ12月はね、もう忙しくてね、幸せ、幸せはまあ何にも忙しかったらないんだけど、まあ気持ちが忙しいだけですね。だから、まあ、ヘッジファンダなんかも12月は仕事してないですよね、もうね。うん、どこ旅行行こうって、クリスマス休み、お正月休み、全部一緒だからね。 どこどこ,こ行こうか、って、スキー行こうか、って決めてさ、カナダとかさ、まあ、高いとこだったらオーストラリアでも行こうかとかね、ゴールドコース行こうか、ハワイ行こうかって話まあ、スキーだったらカナダとかスイスとかね、まあ、日本もあるしね、北海道ね、あ、いいとこだね、って、行こう行こうってなりますよね。まあ、他にも一回でもあるんだからさ、 ね、家族でさ、1人,人10億円ずつぐらいあるから、子供を含めてね。全員で100億円ぐらい持ってるんだから。だから暇だね、っつってお金ばっかりだねってなるから。うん。まあ、それでもいいんですよね。まあ、それで、まあ、日本人だったらね。 まあ、北海道のニセコとかね、スキー行くかとか、まあ、そういうとこ行ってられないから、箱根とかね、日光とか、箱根とか、草津とかね、あそこら辺の温泉旅館泊まって、まあ、クリスマスから泊まってね、そして、あの、年,年を越すと、そして、年、あの、年越しそばとかさ、あの、<laughs> お正月のね、お正月料理なんかも全部、旅館で作って出してもらってね。楽賃感んんですよね。で、もう親兄弟親戚全部呼んじゃってさ、もう自由に食って食べてくださいっ。つって、もう全部怒りますからっ。つってね。<laughs> <laughs> どうせ三300万もあればね、あの、何,何人でも、何十人も呼べるんだからさ。年に1回の恒例行事でね。 はい、あの全部タダでいいですよって言ってあげて、まあ、FX やってればね、勝ってればね、あのできるからまあ、株でもいいしね、仮想通貨でもいいんですけどね。まあそういうことしてね、あの、お金って、ね、有効活用するといいと思いますけどね。まあ,あとね、僕の方はね、あのまた YouTube 少し見てたんですけどね、今日はね。あ オイゲン・ヘリゲル、弓と、あれ弓となんだっけ立ててみましたけどね。オイゲン・ヘリヘリゲルですねっ。オイゲン・ヘリゲル。<laughs> オイゲン・ヘリゲルこれねあのそう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 オイゲン・ヘリゲルっつってねこう何だ弓と前かこの本が有名でこのアップルのねスティーブ・ジョブズのこの本に影響を受けたと ということですね。まあ、善ですね。武田鉄矢の朝の、今朝の三枚おろしっていうラジオ。まあ、これは、まあ、3回ぐらいに分かれて本の説明してますけど、まあ、これを聞いてもいいですよね。僕は本も買っちゃいましたけど、あ、まあ、旧道って奥深いなと思ってね、奥深いなと思いましたね。 まあ無心とか、こういうことですよね。無心って何なんだろうってことですね。うん。まあ、あの、思い出してるね。あの、YouTube 見て思い出して、あ、そうだったっすあの、今日はね、勉強してましたけどね、その、 大体分かってるんですけどね、世の中のことってね、うん。FX なんかも全部そうですよ。うん、お金が欲しいの、ね。お金が欲しいのっていうのを目的にすると、それはいつまでも叶いませんよと。そういうことですよね。 はい。まあ FX でじゃあどう,どうやったら勝てるのってったらまあ、勝方法。勝方法はあるわけですよね現。現実問題。コツ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 ね、FX で勝って稼いで、まあ3ヶ月で6億円になった人もいれば、何年間でね、百三百300億円になった人もいるからね。FX、まあ株でもそうですけど、FX でも、勝つ方法はあるんですよね。 毎回勝ってるわけじゃないからね。勝ち負け、勝ち負けを繰り広げながら、やっぱりお金が残っていっちゃうっていうやり方ある、ありますからね。ただ、そのやり方が分かっても技術で、技術に走ってはいけないんだよね。技術に走っても、その技術を習得できないんですよ。技術のように見えて技術じゃないからね。うん じゃあ何ですかって言うとそれは言葉には言葉にはできないものなんですよね。うん。でそうなるともう嫌のちゃうでね、おいえんへるぐりもどっかもうやめたってなっちゃうわけですけどね。忍耐強くずっとまあ、本命、まあ、ばかりはなんかいたわけですね。 まあ、おいまあそれでねヨーロッパ帰ってねドイツ帰って弓とううっていう自分5年間ね日本であの教わったねその弓道っていうものをヨーロッパに広めるんですけども、まあ、だからといってねじゃあその師匠になれたかっていうと、ま、全くなれないわけですよ、うん、弓,弓を普及してもいいよっていう段階 にしかなれなくて、じゃあその師範になれたか,すよからさ、全くなる,なることもできないわけですね。先生になれることなんから全くないわけですよ。<laughs> じゃあ、それは何が違うのか、どこが違うのかって言ったら、まあ、いわゆる中村天賦のような感じですよね、うん。まあ、これね、まあ僕は分かって,分かってんだけどさ、 言葉でも言えますよ。言えるけどさ、これを言うと嘘、嘘にはならないんだけど、分かってる人は、ま、あ、ま、まことでございます、先生、ってなるけど、まあ普通の人はね、バカじゃねえな、あの先生、つって、そこで終わっちゃうんだよね。だから口にしないわけだよ。うん、それを受け止められる、 塗量がないからなんだよね。弟子にね。うん。はい。ということでね、今日はね、ちょっとこの辺で終わりますけれども、塗、ま、料、あ、にちょっと落ちてきて良かったですね。これちょっとね。ダブルトップダブルトップかなこれ。 ダブルトップかないや上でしょうね。上でしょうね、これね。うん。上でしょうね。どこ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 ですもんね。うん、まあ、ここ。 ずいぶん下がったね。4時間しか。もうずいぶんとか。1回、2回、3回。ああち。ちょっとこの辺まで下がるかもね。まあ。1回。 一回この辺もるか一回回エリオタイトだからねまだ,まだまだまだ。 3,500ピップスぐらい下がるかもね。3,500。あ、350、350ピップスね。350ピップスぐらい下がるかもね。うん、350ピップスね。うん、3円50銭下がるかもね。知らないね。で、しかし、また上ですからね。うん、ちょ、ちょっとまあ、ちょ、ちょっとかなり下がるかもしれない。 100ペプス以上はね。ちょっとわかんないけどね。はい、どうもどうも。まあ、それではね、今日はね、この辺でね、終わりにさせていただいてですね、また明日、やっていこうと思います。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお世話いたしました。 どうもありがとうございました。失礼します。<ス><ス><ス>